皆さんこんこにちはメディアウォッチャーの笠子と申します大人気のお菓子グミッツェルの買える場所はですねなんと店舗は東京駅と新宿の2つしかないんですということでもしかしたら東京駅しかないと思っている方も期間限定で新宿もありますので実際に行ってみた話を紹介していきたいと思います。でえー、大人気のこのこグミッセルなんですけれども 東京駅、グランスタ東京店というところで売っているのと、もう一つですね、2022年7月31日までは新宿ミロード店でも売ってます。逆に言うとですね、店舗で売ってるのはこの2店舗しかない。 で、えー、なんかつ公式のサイトの通販とか見ると、もうグミッてェル、売り切れて、ずっと売り切れみたいになってるんですよ。なので、この店舗、東京か新宿に行くしかないということで、えー、先日ですね、新宿に行ってまいりました。えー、あ並んでないじゃん、何これ、買えるんじゃん <laughs> と思ったんですけど、なんとですね、 平日の2時に来店したらすでに箱大入りのものは売り切れてました。で、残ってるのはバラで1つ140円のオレンジ味のみが5、6個ぐらいしか残ってなかったです。えー、つまり、えー、お店やってるんだけど。 朝、開店と同時に行かないと、多分買えないっていう感じですね。で、えー、新宿店に平日2時に行って、もう箱がなか,っちゃな,なかったので、いや、東京とか今から行ったら買えますかねって言ったら、いや、東京ももう多分売り切れてるんじゃないですかねって言われていて、えー、お店がやってるからといって、のんきに午後とかに行くと、買えません。 まあ奇跡的にバラで買えたからまだいいですけど、ま、だバラで買ってもね、やっぱ箱で欲しいですよねっていう感じなので、えー、ぜひ皆さん、グミッツェルが欲しい方は、ですね、このグランスタ東京店、もしくは新宿ミロード店に、あ開店と同時に並ばないと、ですね、売り切れて厳しいんじゃないかなということで、えー、ぜひ入手したい方は参考にしていただきたいなと思います。